39万プレビュー超えました魂の5球内海哲也、現役最後のマウンドへです。ご覧ください。9月19日の試合でした。現役引退を表明している内海選手が先発のマウンドに上がりました。最初ね、1人だけの投球だったんですけれども、5球でバッター山崎選手に対してしっかりと打ち取るというところだったんですけれども、この内海選手をこう見守るファンの方、そしてチームの方、なんかこう温かい視線が見られた試合でしたね。なんか愛されてる選手だなっていう感じは本当しますよね。実際愛されてましたしね。そうですね。最多勝2回2000投球回も達成しました。プロ19年目で平成16年に東京がジャイアンツにやってきまして、そして人的補償で西武に移ってきたというこの内海選手なんですけれども、内海選手、試合後に引退セレモニーでコメントを出していますので、そちらの様子をご覧いただきたいと思います。今季達成した2000投球回135個の勝ち星は僕を使ってくれた4人の監督のおかげです。4年間ほとんどの時間を隣にある川見に行くフィールドで若い選手と一緒に頑張ってきました。生きのいい、将来楽しみな選手がたくさんいます。しかし近くて遠いこの場所は簡単に来ることができる場所ではありません。ファンの皆様、この壁を乗り越え一軍の舞台で活躍する選手たちを楽しみに待っていてください。はい、ということで内海選手がこれ試合後のセレモニーなんですけど、どうですか、コメント。これ歴史に残る名スピーチだったんじゃないですかね。やっぱりそうですか。私は勝ち高は自分のおかげだと思ってたんで、使ってくれた4人の監督のおかげってやっぱり言うあたりが人格者ですよね。なるほど、自分のおかげではなくて周りの、しかもどうですか、2軍選手のことに言及するっていうのは僕は素晴らしいなと思いますけどもね。近くて遠い場所っていうね、いいフレーズも出しましたしね。そうですよね。こういう選手が引退セレモニーをしてもらえるんですね。だってジャイアンツの方が在籍は長いんですけれども、こうやって西武4年間だけでもこうやってセレモニーしてもらえるんですもんね。4年間ですよね。そうです。私8年間いましたからね、ライバルに。あれ、ジジさん引退セレモニーは。ないです。やっぱお金でごねちゃダメです。絶対ダメです。はい。そうですか。まあね、じじいさん年俸の晴れで自費キャンプに何回か行かれてる。自費キャンプ3回ぐらい行ってますんで。そうね。ちょっと契約が年を越してしまって。なんとか今こう換金を取り戻そうと思って頑張ってツイッターとかしてるんですけどね。なるほどね。こう西武の試合とかでこうつぶやいて、寄り添っていこうかなと。どうでしょうか。西武関係者の皆さん、声は届いてますでしょうか。はい。じじいさんまだでも引退試合まだ待ってる。ガラケー未だに電話番も変えてないんで。なるほど。でも電話ください。今シーズン一番最後の試合とかでもまだいつでもいけるということで、ちょっと GG さんの引退試合はいつになるのかということで、内海選手のこの引退試合の様子をご覧いただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。